はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド、レトロ、続きやっていきたいと思います。もうね、結構最後の方なんですけど、今ね、前回ムドを作りましたね。ムドを作ってムドを倒しに行ったんですけど、ここね、頑固おじいさん。ここにある旅の扉は誰にも渡さぬぞ。孫の頼みなら聞いてあらんでもないが。ということで、孫がね、私の名前知ってるかって言ってたんですけど、我が子の成長2期その1、子供が生まれた女の子だった。かわいい、子供は親に似るものだな、続きを見ますか。はい。我が子の成長2期その2、我が子は言葉を覚えた。なかなか成長が早い。成長が早すぎてすぐにおばあさんになったらどうしよう。続きを見ますか。はい。我が子の成長2期その3、餌を与えて機嫌を取り、時には厳しく命令する。なんだ、魔物の育て方、違うものを見ていたようだ。はい。我が子の成長2期その4、私はとんでもないことを忘れていたようだ。赤ちゃんに名前をつけるのを忘れていた。あんまり可愛いので完全に忘れていたな。続きを見ますか。はい。我が子の成長2期その後。よし、赤ちゃんの名前は決まったぞ。産地に決定。産地。まあ、これを、ね。はい。じゃあ行ってみな。はい。そうだよ。産地だよ。よくわかったな。ふん、ついてきな。ここで待ってな。まあ、最初から憎たらしい子だったけどね。うちのじいさんと話してみな。さあ、頑固じいさんがどうなってたんでしょうかね。あ、いや、わかった。孫娘から聞いておる。この旅の扉を使わせてやろうぞ。ただし、一つだけわしの頼みを聞いてくれ。ゴールデンスライムという魔物を一目わしに見せ合わせてほしい。ゴールデンスライムを見せてくれれば、旅の扉を使わせようぞ。だからそこまで作らなくちゃいけないので、孫の頼みを聞いてもまだゴールデンスライム作れと。それでゴールデンスライムなんですけど、まあ、スライム系の、まあ、作れたんですけどね。ここの一番最後ですけどね。まあ、メタルキングがね、なんかなんのかな、みたいな。だからもう一個作ってたのが、ここね。凝りましたよね。ゴールデンゴーレム。これが必要なんですよね。なんだけど、氷河魔人と溶岩魔人とかいますよね。こんなのを作らなくちゃいけないかな。キラーマシンとキングレオとか書いてるけど、別にそんなんじゃなくてもできるんで。はい、メタルドラゴン、アークデーモン。キラーマシンいたな。作れるかな。ムドをちょっとレベル上げがてら、まあ、材料作ってゴールデンゴーレム作ってゴールデンスライム作っときますんで、そこまでカットだね。ちょっと大幅カットするかもしんないけど、多分材料いると思うんだけどね。それで、はい、実はね、あれからね、これ配合しました。まあ、これ作り方ですけどね、まあ、メタルキング2体でもできますけど、まあ、ゴールデンゴーレムとね、メタルキングとかね、そんなんでもできますんで、まあ、まだ他にもありますけどね。ブチキングとかでもできるかな。それで、これを見せてくれって言ってましたよね。それで見せるんですけど、はい。おう、連れておるではないか。これがゴールデンスライムか。ありがたいありがたい。ゴールデンスライム様。さあ、約束通り旅の扉を使うがよいぞ。ということでね、ここまで進みのゴールデンスライムを見せないといけないっていうね。それで、早速ですけど、このね、エスタークとかもこんな強いんですよね。もうほとんど最強なんですけど、さらに上行こうと思います。このままやっちゃってもいいけど、そうだね。はい、一度も仲間にしておらぬ魔物。ということで、これと、はい、地獄の帝王が黄金に輝くとき何ができるんでしょうっていう話ですけどね。はい、ウィルドアースのために、ウィルドアース生まれました。それで、そのミルドラースと、確かデンタ、そうだね、デンタサウルス、デンタサウルスでね、まあ、さらに、上ができるんですけど。男の子、まあ、女の子にしとこうか。もうもはやここまで来たら、まあ、性別関係ないですけどね。それでこのデンタと配合させるので、サソリアーマーもっと先なんでね。まあ、とりあえず、島民から解除しておきましたけど。これで今回ちょっとレベル上げて攻略しようかな。いや、その前に配合してもいいかもな、今回は。そうだね、扉の開け方と、
もうあの扉だけだったような気がするけど。はい、ミルドラー生まれました。ミルド、まあ何でもいいですけど。でね、このまあこれであとは行くわけですけど、こんな感じですね。それでレベル上げなくちゃないんですけども、結構強いんで、まあここから先はまだね、見たことないモンスターになりますんで、ゾーマとルド、まあいけるかな、ゾーマいるから。それで今回もう一段階上行きたいので、とりあえずこのダンジョンね、攻略していきましょう。でまだねちょっとやれるものはあるので、そこら辺で配合していいかな。お、29階建て。まあ、出てくるモンスター、そこと紹介してね。今回作ったのがミルドラーストを、ゴールデンスライムと、あ、トラマナ、まだ覚えてないよ。レベル1でこの強さやばいよね。もう穴があったらもう、行っちゃいますね。ああ、そうですね。ドラゴンってことは、自分一体入れてないのいるので。ま、ゾーマ言うこと聞かなくなってる。霜降り1個で大丈夫かな。まあ、入んなかったら、まあ、次ぐらいまでにまた入れときますんで。やっぱり1回じゃもうレベル上がんなくなっちゃってますよね。それでも360があるのか。爆裂剣とかじゃなくてもね、一応ね、ゾーマが殴れば倒せんですけど、999攻撃力あるので、まあ、マダンテもあるしね。まあ、マダンテ使わなくていいかな。まあ、攻撃メインがちょっといなくなっちゃったんで、それを使って攻略してもいいんですけど、それでね、今回ここの、まあ、ボスまでは行くんですけど、倒さないかな。倒してしまってもいいんだけど、どうすかな。倒して次回作ってってやると、その後またね、またちょっとおかしなことになっちゃうので、一個ね、配信がずれてんですよね。ゴールデンスライムも作ったし、まあ、あと下の方まで行こうか。世界中に続く。ああ、杖あるね。今回結構作りませんでした。作ってないか。裏で結構やってるだけか。これもレベル上げなくちゃないので、まあ、こんなダンジョンですってのは紹介したいかな。とりあえず、まあ、何目標というと、ここに多分ドラゴン系1体捕まえてないのいるので、それを入れたいんですよね。それが目標です。で、一番下まで行ってボスが何ですみたいなね。出ましたね。このね、ライバーンだけ仲間入れてないんですよ、自分。入っかな。まあ、ここにいるんですけど。あらま、まあ、いいや。
お、入った入った。ライリーや。よし、目標達成。とりあえず一番下まで行きましょうか。キメラの翼で出るんですけど、今回クリアしてしまうと、まだちょっと配合があるので、それだけのパートになってしまうんで、何かしらクリアも混ぜたいかなっていうね。だから今回は、ハテナ以外全部コンプリートかな、これで。29回までちょっと行っちゃいますけどね。ライバーン。まあ、デンタザウルスとかもね、いるし、これを、まあ、配合させなくちゃないんで、まあ、これを捕まえて配合でもいいんですけどね。お、こんなん出てきますね。グレートドラゴン。もう理由を作りたい放題ですね。グレートドラゴンとね、魔王の使いとか出てきますんで。だから、竜王はハテナ系だけど、比較的作るのすごい簡単なんで、今持ってる奴らはすごい大変ですけどね。まあ、最終的に全部これ一つにまとまるので。お、すぐ四角だ。ここまでですね。まあ、29回遠いですけど、はい。まあ、なんか見えますね、これね。なんでしょうね。はい。まあ、こやつがいるので、まあ、一番最後ですよね。はい。ということで、まあ、戦ってもいいんですけど、今ね、ちょっとレベルが低いので、ミルドラースどうにかしたいですよね。それで、これをちょっと強くして配合して終わりたいと思います。じゃあそこまでね、カットします。次回ね、あやつ倒しますので、それで、まあ、あれがいるってことはあれも作れますので、もう材料持ってるんですよね、全部ね。それで全部作って終わりで、その後にさらに上の配合ができると思いますので、まあそこプラスアルファで頑張って終わりたいと思います。はい、ということで、まあ何をやるかは分かる方は分かると思いますけど、まだ配信してない内容なのでね、まあそれが何かとかはね、まあ、コメント欄に書かないでいただけるとすごいありがたいので、まあ、知らない方も見てましてね、私が配信するまで楽しみにされている方もいますので、まあね、まあそういう件なんでよろしくお願いいたします。はい、怪しい星人みたいな人いますけどね、まあ、それはいいんだけど、これでミルドラースとね、まあ先ほどのとこですけど、まあそれは後で行くんですけど、これではい。一度も仲間にしておらぬままに。これで、まあ、できるものがありますね。それと、まあ、とりあえず運で、まあ、それの相手方がゾーマですね。それでミルドラースからミルドラース生まれたわけですけど、これを、祝福で女の子にして、まあ、産むわけですけど、それプラスゾーマなんで、そしてね、まあちょっともう一個あるんですけど、まあミルドでいいでしょう。これ何なのって話でこれです。ミルドラースの、ドラケ5の、まあ、真の姿ですね。まあ、このゲームでね、まあ、ボスとして出てきたのは真の姿じゃない方ですけど、真の姿ってのがいるので、まあ、これとゾーマでね、何かできるんですよ。何かってのがさっき言ったやつですね。それを次回作って、まあ、乗り込もうかなと思ってるんですけどね。とりあえず全部捕まえたね。今回作ったのがこれ。
金に輝く体を持つ最強のスライム、メタルキング同士でもできますし、あとね、このライバーンが捕まえてなかったんで、大きな獲物を後ろ足で掴んで空を飛べるとかね。全部捕まえましたね。はい、獣も全部捕まえた。アテナ以外はもう全部捕まえました。確かライバーンだけだったと思いますので、まあ、こういう細かいのとかね、マンドラゴラもそうなんですけど、まあ自分作ってましたんでね。あ、そうだ、あとここだ。ローズバトラーの下がいるんですけど、それはまた後の話なんで。そうだね。だいたい捕まえたね。ゾンビも捕まえたでしょ。物質も全部捕まえましたね。あと、ハテナ系が、作ったのが、これね。エスタークとゴールデンサイム。人間界の支配をもくろんだ魔界の。はい。カリソメの人の姿を捨てたミルドラースの真の姿。デンタザウルス使うっていうね。で、ここからさらにいるので、まあ全部作ったらね、またね、図鑑紹介していきますんでね。210種類。信じられない感じでどこまで続くんかしら。はい。コンプ目指して頑張りましょう。もうコンプ見えてますね。はい。ということで今回ここで終わりたいと思います。じゃあ次回ね、これまたレベル上げときますので、上げて配合して、上げて配合して、まあその配合でクリアしてみたいな、次回ね、クリアする場所とその先の配合まで行こうかなと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。